ジョン・マコーン、ジョン・アレクサンダー・マコーンは、アメリカのビジネスマン、政治家。ベクテル・マコーン社の社長を務めた後、トルーマン政権で、国防次官、空軍次官、アイゼンハワー政権下で、原子力委員会委員長、ケネディ・ジョンソン両政権下で、CIA 長官を務めた。カリフォルニア州サンフランシスコに生まれ、1922年、カリフォルニア大学バークレー校を卒業し、 機械工学の学位を得た。九百三十七年、米国大手建設会社、ベクテルの二代目、ステファン・ベクテルの共同経営者となり、ベクテルマは講ン社を設立させた。その後国防次官、空軍副長官を経て九百五十八年から九百六十一年、アイゼンハワー政権下で原子力委員会委員長を務めた。九百六十一年十一月、ケネディは、 アレンダレス CIA 長官の解任を発表し、ジョン・マコーンを新長官に指名した。CIA 長官として彼は、キューバ危機、ベトナム戦争などに関わった。ケネディ政権下で CIA によるキューバ指導者であるカストロ暗殺計画が練られていたが、これに関して、ジョン・ F ・ケネディ大統領やロバート・ F ・ケネディ司法長官はもとより、CIA 長官のマコーンにも全く知らされて、 いなかった。ジョンソン政権下でスラム外再開発に関する委員会の委員を務めた。この同委員にはかつて共同経営を行ったステファン・ベクテルも含まれていた。ありがとうございます。